はいこんばんはというわけでクラウドファンディング2日目終了ということで今日はちょっとパリッとパリピでしょ、えー、今日はですねシップ桂さんのパーティーの MC をさせていただいておりましたありがとうございました 皆さん優しかったなぁはいえー、仕事ができたんじゃないかなということでねーパーティーの後もね一緒に過ごしたかったんですけれどもまあ役割が終わったのね帰ってきてさっきまであのインスタライブでメールの返信して仕事してっていうもう。 超仕事人。嫌になっちゃうわ。という感じで、えー、仕事してましたけれども、ごめんなさい話めちゃそれました。はい、現在、加古川フィットネス、ベリーベリーのクラウドファンディングに挑戦中、デイ2、シャキーン。まあ、本来はね、こういう y o u t u b e だと音が入るんですけども、何分、売れてない弱小芸人なんで、音は入りませんので、自分で言うときました。 はい、2日目を終えてです、ね、現在支援者数が34人の、えー、21万円のご支援をいただきまして今日も本当にありがとうございます2日目もね、えー、2日目僕ちょっと朝昼とちょっと SNS 出すぐらいしかできなかったんですけれどもちょうど今日はフィットネス芸人のりにご飯をおごれる件みたいなね それをピックアップして出したんですけれども、そちらのリターンに結構、ご支援が入りましてですね、はい、あの、2日目も、支援が増えたと。で、プラスプロジェクトの、どこや、お気に入り、お気に入り登録も、100ですね、目標としてた、100名になりましたので、 はい、本当に2日目もありがとうございます。ま,あ、まだ2日とは言いながらも、こういう毎日送ってると、本当に毎日毎日早いスピードで、もうあっという間に年末になっちゃうんで、こちらのプロジェクトは12月末までとなっております。はい、ご支援いただいて感謝しているんですけれども、目標までは、まだまだ、まだまだ目標まで、遠い道のりなので、ぜひ引き続き、 いいろんな形で応援してたただけたら嬉しいですプラスね、えー、今日はそういうクラウドファンディングの活動もしながら、えー、お世話になっている方の MC というねちょっとフィットネス芸人のザ・フィットネス芸人のお仕事ができたのはすごくまあ実りある一日だったので、えー、よかったら歯科医業なんかもね 基本何でもやります、ね。司会も現場も何でもやりますんで。よかったらオファーいただけたらと思います。それも、それも、えー、ベリベリのご支援につながることですからね。はい。そんな感じで、二日目も、無事にご支援いただきました。いや、すごいですね。あのー、ご飯をおごるリターンがいっぱい出てますので、 来月はちょっと太らないように気をつけたいと思いますそんな感じでクラファン2日目終了とまたねえー、お礼のメッセージのライブとかも YouTube でもやった方がいいんかな、はい、YouTube やとちょっと視聴者がもしかしたらあんまりいないかもしれないんで はい、いろんなツールを使って、また活動していきますので。えー、そう、YouTube でも言っとこうかな。あの、リターンとかですね、追加できるんですね、クラウドファンディング。あとは、その、クラウドファンディングの活動を、やっぱりもっともっと宣伝していかないと、なんか急に鼻声になってきた。いけないんですけれども、えー、そういった活動、こんな活動したらいいんじゃないとか。 こんな場所、こんな人にアプローチしたらいいんじゃないとか、えー、こんなリターンおもろいんじゃないとか、アイディアございましたら、気軽に DM いただけたらと思います。いやー、ちょっと移動がね、移動があったんで、ちょっと今日は疲れましたけれども、ちゃんとインスタライブもできましたし、この動画も撮れましたんで、できるだけね、可能な限りは、 こういうの発信していこうと思いますんで、ぜひ、たくさんご覧ください。あと今ね、同時並行で、ちょうど、きり商店さんのトークの会がもうすぐアップされると思うんで、それ、すっごい、あの、面白いんで、ぜひ、見ていただいて、あの、きり商店の小西さんのことも、 あの僕らはいつも言うてるんですよ、会社で。小西さんのことをもっと、めちゃくちゃお世話になってますし、今回のクラウドファンディングにしても、YouTube の企画にしても、もっともっと多くの方に知ってほしいな、ベリベリーと一緒ですね、もっと多くの方に届けたいなという、そんな企画の動画ももうすぐアップされますので、そちら両方見ていただけたら嬉しいです。こういうい人 ブスクさんもなるべくね上げていきますんであと今日はねこんな感じのいやーマジでいい時間でしたねなんか改めてね僕ちょっとコロナも相まってフィットネスクラブとかフィットネスの業界クってなってるところをですねクーはさしてください 今日みたいな場に行くとやっぱりいいなって思いますし今日のパーティーの主役も最後の、えー、最後のメッセージで言ってましたねやっぱこういうフィットネスのつながりがもう何にも変えられへんとでやっぱり、まあ、気軽に言うじゃないですか 運動は続けない意味ないとかいうことじゃなくてやっぱ楽しく運動できるから続くほんと楽しく運動ってもともとしんどいことなんで普通にねそれを楽しくできるっていうのがフィットネスの醍醐味かなと僕も思うんで今日のパーティーの主役の方の最後のメッセージとか 全体のパーティーの雰囲気はやっぱりいいなこれよなフィットネスっていうのを感じさせてもらったほんと素晴らしい時間でしたはいというね今日の僕の一日の活動を踏まえて「ぶつくさぶつくさ」くさいう動画も頑張ってあげていこうと思いますので 大概一日の終わりやからちょっと顔面疲れまくってますけどうんやっぱいいよねフィットネスの本質ってねなんとなく僕もベリー2年間やってきて何でしょうね楽しさつながり小さな幸せみたいないう い、ね、うのがポイントなんじゃないですかねはい、まあ、そうじゃない方もたくさんいらっしゃると思いますので、はい、それがいいなっていう方をそれがいいなという方と一緒にちょっとずつ楽しんでやっていきたいと思いますあれなんかまとめ冷めてましたかねあの今日のパーティーめっちゃ感動しましたすごい良かったですシップかずらみなさん ありがとうございました引き続きお仕事をお待ちしてます